できっとそうしたらこげんふうに思うよ。50年前のうちらの苦しみ悲しみがあるけん50年先の自分らが幸福なんやって。60年代、70年代、時代の流れっていうのを書きたいなっていう。例えば小さな焼肉屋の中にもなんか大きな歴史が詰まってて、そこの小さな家族の物語であったり、そこのささやかなところにも歴史の波っていうのが押し寄せてきて、時代に翻弄されていく、そういう庶民の姿をやっぱり描きたいなっていう。うちら家族が守らんで誰が守る。私はいつで明日はきっとええことだとのち信じとる。新国立劇場で三部作一挙公演されることになりました。その三本見ていただければ、昭和の庶民の歴史、必死に時代を生き抜いてきた人たちの物語がわかると思います。ぜひ劇場に足をお運びください。